はい、こんばんはえ。本日はですね、このお日本の今の政治ですね。これ今ちょっとね、よくわかんない状態ですよね。この目先のね、この解散があるかどうかとかですね、まあ、それもよくわかんないようなですね。で、また岸田さんという人はまた何を考えてるのかよくわからないというですね。まあそんななんかね、ちょっと混沌としたようなですね、そんな状況なんですよね。うん でね、なので本日はこれ今ね我々が今住んでいるこの日本という島国ですねこれがね政治的にどういう方向に向かおうとしているんだろうかということをですね、えー、考えてみたいと思うんですね。うん、で何もしなければですね当然ね、えー、この政治的に今のこのね日本という島国はですね、まあ、このままの方向へどん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 進んでいくわけなんですよね。 うんまあ、これはね、完成の法、完成の法則によってまあそうなるわけですよね。でもね、本当にそれでいいんだろうかということですよね。それを我々ね、あのー、考えなければいけない世代ですよね、我々ね。うん。なので、えー、本日はそのことをですね、一歩立ち止まって考えてみたいと,と思っているんですね。うん。で今ね、 あのこの国内政治ですねこれね少しだけですねこのスパンを長くして考えてみればね、うん、まずちょうど10年前にですよこの戦後の日本国民がですね初めて選挙を通じてですね自民党から政権交代させて、えー、そして政権につけさせた民主党政権ですねそれがね終わってしまったあ年なんですよねちょうど10年前ですね。 でね、それ以来ね、民主党政権というのは失敗だった、ね。この失敗が国民に大きな挫折感を味わわせたんだということですね。えー、そういうね、えー、ことを言われているんだけども、本当にね、そうだったんだろうかということを、ね、冷静に考えてみる必要があるんですよね。うん。で、考えてみればですね、 この戦後の国民がね、自ら選挙を通じて政権交代させた民主党政権ですね。まあ、これについて、どういうことを期としてですね、そしてどういうことで失敗したのか、というですね、研究ね、えー、そういう研究出版がですね、えー、非常に少ない、少ないどころか、もうほとんどない、という状態だと思うんですよ、ねで。これはね、やっぱりね、日本のこの政治ジャーナリズムですね、 それから日本のこの政治学者ね。本当に僕ね、そこはね、ちょっとだらしない。だらしないと思うんですね。うん。ね。えー、そここそが本当のね、研究すべきところなんじゃないかと思うんですよね。うん。ね。で、その意味でね、えー、これね、えー、前にね、何度もですね、研 <laughs> 究してね、清水さんに何度もね、あの宣伝してもらいましたけども、この僕の本ですね、 えー、この「職業政治家小沢一郎」という本ですね、これね。うん。もうこれね、買っていただいた人も多いと思うんですけども、ね、このね、えー、職業政治家小沢一郎という本はですね、やっぱりね、この資格をですね、まあ小沢一郎さんというですね、えー、まあこれね、えー、有名な政治家ですけどもね、えー、そういう一資格、一角度ですね、そこにほとんど絞って検証した本なんですけども、 だけどね、その意味では極めて有意義な本だと僕は自負しています。うん。で、これ以上、これ以上に出る本はですね、まだないと。あの、この民主党政権についてね、考えなければいけないと。そういうしてね、それを材料になる本としては、これを超える本はないと。と僕はね、思っています。自負しています。ね。でね、どういうことかというとね、 これ日本政治をね本来のこの国民政治にするためにはですよまず何といってもね政府予算ねそれからね財政ですよ、ね、これをね国民の側に取り戻すしかないんですよでね日本の場合ね明治維新以来それが最大の政治的課題なんですよ、ね、これはまさにね第1回の議会が開かれた時からまさに中江町民が 挑んで、挑んで、ね。そして、えー、民主政治をね、日本に取り入れるためには、ね。やっぱりこの予算を自らね、やらなければいけないんだと、えー。というふうに挑んできた。そういうことなんですよ。ね。でね、それにね、えー、ようやくね、成功した事例があるんですよ。それはまさに、民主党政権の時の2010年度予算なんですよ。ね。でこの2010年度予算というのはね、 えー、この小沢一郎さんが中心になって、えー、そ,そしてねこの当時の民主党政権が、えー、国家戦略局っていうのをね作ろうとしていたんですけどもまあそれの変形みたいな形でですね政治家が中心になって財務省任せじゃなくて政治家が中心になって作ったんですよ2010年度予算ねそしてそこで自民党政治の自民党政治のですねまさに 利権,利権となっていた、えー、このね、うんえー、農地の再開農地の開発ですね、えー、えつまり農地をですねこのねあの例えばこう不規則な形をしている、ね、農地を例えば四角の形にするとかね、まあ、そういう、ねえー、農地整理ですねこの予算というのが自民党の本当の、ねえー、利権だったんですよ。ね それはもうね、昭和の段階で、とっくの昔に終わっているのに、ね、何のかんのとですね、名目を変えて、そしてそれにね、予算をつけ続けてきたわけですよ。それが自民党の票に直接つながっていたんですよ。それをなんと、小沢一郎さんがですよ、ね、三分の二バッサリと削ったんですよ。ね、わかります自民党の利権となっていた、ね、 えー、この農地のね、えー、この農地整備のですねまあ補助整備っていうんですけども、えー、その予算をですよ3分の2バッサリ削ったんですよこれねあのー、もちろん官僚ではできませんよね当然ながらねこれ政治家以外誰ができるんですかこういうことね3分の2バッサリ削ったもうそれ用はない予算なんですよそしてそれを きちんと用のある方へ時代の要請に従ってですね、つけると。これが本当のですね、本当の政治なんですよ。つまり予算なんですよ。これが第一なんですよ。ね。うん。それはね、小沢さんはもちろん自民党幹事長までやった人ですから、よく知ってるんですよ。そして財務省にもね、財務省のメインストリームにものすごいね、あの、親しい知人,知人がね、いますのでね。 それはねできるんですよ。できたんですよ。そうやって2010年度予算を作ったんですよ。画期的なんですよ。ね。ああこれをね、なぜね、日本の財政,、えー、財政研究者はね、これを研究しないんだと。僕はこれね、財政問題専門にしてる人のね、本当にだらしないところだと思いますよ。ね。ああそれからもう一つはね、特別会計予算ですよ。特別会計予算。 これ何度か説明しましまたけどね。えー、日本のね一般会計ってのは一般会計の規模ってのは100兆円なんですよ100兆円特別会計って何兆円あるか知ってますかね一般,会計100一般会計100兆円に対して特別会計400兆円ですよ400兆円ねそしてこれね、まあ、財務省の発表によれば、ね、財務省はねつまり特別会計といくつかあって しかも一般会計ががああってね、そののの間にこの入りくりというのがあるんですよ。つまりお金が行ったり来たりしているのがある,ああるんでそれを全部きれいに整理すると、ね、400兆じゃなくて200兆だと言ってるんですよ。まあ半分に減るわけですよね。でもねそれでも200兆ですよ。つまり一般会計100兆円ねこれでお金が足りない足りないと言って。 ね、そして国債を発行して発行して赤字国債まで発行して発行してでやってるわけじゃないですかそれがところが特別会計で200兆円眠ってるんですよ200兆円そしてこの200兆円特別会計については国会議員はほとんどノータッチなんですよほとんどノータッチそしてもう財政研究している人にもねこれ、えー、ね聞いてみましたけどもね折りに触れてねよくわからないんですよ財政研究者自身が 特別会計について。ね。ここのところなんですよ。で、この特別会計について、実は、小沢さんは、詳しいんですよ。詳しい。ね。うん。なので、え小沢さんによれば、えー、この財務省の財務官僚は、自分の前では、つまり小沢さんの前では、金が足りないとは絶対に言わないと。という話なんですよ。 ということはですよ。これね、財務官僚から、ね、これ予算、ね、を考える。それからこの会計、特別会計。これ全部取り上げなきゃいけないじゃないですか。ね。それをできるのは小沢さんしかいないんですよ。いなかったんですよ。ね。まずね、これ今ね、まとめて言いますけど、歯に絹着せずですね、言うとですよ。ね。うん。まずね、 2010年度予算、ね。で、あの、これ国民の側にね、予算を取り戻す。戻すこれは、小沢さんだからこそ半分達成できたんですよ。半分達成できたんですよね。うん。それから、特別会計。これはもちろんね、あの,その、その時のメインテーマじゃありませんからね。もちろん民主党政権が続いていれば、それも手をつける、それに手をつけることになったでしょう。だけど、とにかく、そのことをできるのは、小沢さんしかいないんですよ。いなかった。 ここれが日本政治の情けなないところなんで,すよ、ね、でも、出押してどうして,うしてそ,うそうだったかっていうとね、これ一言言っておくと、小沢さんというのはとにかく自民党幹事長までやった人間ですよ。ね。そして財務省の友人いっぱいいる。ね。そして自分でも勉強する。ということで、これはもうね、あのー、まあ、個人芸というかですね、職人技ですよね。そうやって身につけた知識ですよ。そして、特別会計ってのはこれがこうで、あれが嫌だと、全部分かっている。 ということなんですよ。それ努力しないと身につけることはできないんですよ。ね。なぜに今の日本の政治が努力しないんだということですよね。そのぐらい努力してみたらいいじゃないですか。ね。あ、うん、ね、うん。まあそしてねこの民主党政権をふね振り返ると振り返るとですよ。振り返るとね。これは全く歯に気ぬ気ぬきせず言いますけどね。もう遠慮なく言いますよ。遠慮なく言いますけど。 菅直人さんがももうう少少ししし機能していたらもう少しまともな政治が続いていいてたとと思います、ね、ところがねこの菅直人さんという人は最初っから財務官僚に屈していたんですよ。ね。うん。これはね僕はもう菅直人さんにはもう何度もインタビューしてねとにかく財務省当時大蔵省ですけどもこの改革が必要だと、ね、そうやって政権を取るんだということを何度何度もってもうの3回ね 本当にね、長い時間説得しましたよ。インタビューに名を借りてね。ところが、全然関心持ってなかったです。神直津さんはね、うん。はっきり言いますよ。これやっぱり歴史のね、証言というのは、はっきり正直に言わなきゃいけませんのでね。これは僕はね、あのー、全然遠慮することはしません。ね。うん。そしてもう一つは、えー、っと、これ、戦国さんですね。えー、まあ、亡くなってしまいましたけど、戦国さんね、えー、こ民主党政権時代、官房長官とかだね。 あのもちろん中心でしたよ、ねうん、ええー、これね僕はね戦国さんともの,ものすごく親しかったんですよ親しかった、ねうん、ところがねあの民主党はね政権ついて官房長官になった途端ね全然連絡取れなくなったんですよ、ね、戦国さん全然連絡取れなかったあれだけ親しかったのにですね、うん、これなぜかというとこれは僕の推測ですけどもねこれ戦国さんがね 財務官僚に屈服したんですよ。財務官僚に屈服した。ねうんえー、これはね、何、えー、て言うかなあの小賀、小賀さんね、元経産官僚の、経産省の官僚のですね、古賀茂雄さんいますよね。古、うんえー、賀さんもね、まあ、同じような、まあ、推測というかな、あの自分の体験をね、語っていました。ね うん、これはもう間違いないと思いますね。うん、ね要するに、この戦国さんも、それから菅直人さんもですね、もう政権に就いた途端、ね、初心を忘れちゃって、財務官僚に屈服しちゃったんですよ。ね、屈服しちゃった。ね、屈服し,しなかったのは、小沢さんんだけなんですよ、ね。僕は当時ね、小沢さんとは距離があったんだけども、 ね、だけども,もう後になってロングインタビューしたようにねあの親しくなったんですけどもおとにかく初心を忘れずに財務官僚に全然屈服することなくですね戦い続けたのは小沢さん一人しかいなかったんですよ。ねうんね、なのでこの小沢さんはむしろですねこの財務官僚ね えー、財務官僚を中心とするこの霞が関の官僚組織からですね目の敵にされたわけですよ。ね、で財務省とね、えー、この検察庁ですね検察ねこれはね意外に仲がいいんですよ。ね、うん、なのでねこの官僚全体のね意を受けてやっぱりねあの検察がこの冤罪事件ですね当時の検察ってのデタラメだったんですよ。ね あの黒川さんっていたじゃないですか。安倍官邸の用心棒と言われてね。うん、黒川さん。あの、賭け麻ーんでね、失脚した。あの人がね、結構中心だったんですよ。黒川さんという人が。なので、小沢さんに対する冤罪事件ですね。陸残会事件ね。これ、小沢さんもちろんね、すべて無罪になりましたけどね。でもそれをね、ふっかけることによって、政治から遠のかざるを得ない状況になっちゃったわけなんですよ。ね。そこで民主党政権は、 あのまさに原動力っていうかね、えー、まさにエンジン部分を失っちゃったんですよ。ね。そして菅直人さんそれから野田さんの政権になって完全に財務省政権になったんですよ。ね、うん。自民党政権と変わらない政権になったんですよ。ここで完全に民主党政権というのは国民から離れて挫折してしまったんですよ。ね。したがって 本当に歯に気ぬきせず言うとですよ。民主党政権の失敗というのは、失敗と挫折は、まず第一に菅直人さんと戦国さん、それから野田さん、この三人に集約的な責任があると。ね。これはね、僕は歴史の証人としてそう言いますよ。ね。うん。まあ、そのことね、この職業政治家小沢一郎にたっぷり書きましたので、ね。まあこれはいや、ね、読まれた人も多いと思うんで、その方はね、事情をね、お分かりになると思うんですけども、 そういういことなんですよねそしてね、えー、そういうね、えー、そういう民主党政権がですね終わってね、えー、そしてね第2次安倍政権が続いたわけですよ。ねそれから、えー、短期間のね、えー、菅政権そして現在の岸田政権となっているわけなんですよね。うん、でねまあ僕が考えるにねこのね政治の分野を筆頭とするですね 今の日本のこの没落具合ですね、これは完全にね、安倍政権から始まっているんですよ。ね。このね、えー、民主党政権というのは、ね、あのー、さっき説明してきたようにですね、この財務省主導の官僚政治ではなくて、政治が官僚とか行政をコントロールしていこうというね、そういう志のある政権だったんですよ。ね。だけど、 でこれでね困るのは官僚なんですよね。ここで困るのは官僚なんですよ。ね。うん。うんね。そこでね、えー、そこで困った官僚はですね、民主党政権の内部に、内部のあちこちにですね、自民党のスパイ、自民党の官僚スパイを潜らせたんですよ。ね。 うん、そして民主党が今何をやっているかっていうのがね自民党に続けになっていたんですよね。うん、だから要はね自民党というのはこの官僚政治を自らコントロールしようなんていうねそういう野心というかね志っていうのは全く持っていないんですよね。うん、これね、まあ、予算編成をはじめね国のね進路にとって重要なところは今まで通り官僚で 勝手に決めてくださいと、まあ、自民党の考えですよ。ね。官僚さん決めてくださいと。ね。その代わり自分たちには前と同じように例えば公共事業ですね。おいしい公共事業よね。うん。金が落ちてく,落ちてくる公共事業はちゃんと自分たちの選挙区に落としてくださいねと。ね。自分たちの関係している業界には今まで通り。 ちゃんと税金を負けてやってくださいねと。ね。その代わり、大事なところは、官僚さん、勝手にやっていいですよと。国民生活なんかどうでもいいから。ね。というようなことなんです。これが自民党なんですよ。ね。うん。これ、歯に衣着せず言うとね、そういうことなんですよ。なので、官僚にとっても、自民党政治というのは、とにかく居心地がいいんですよ。ね。居心地がいい。これがですよ。 例えばね、まかに間違って、小沢一郎首相,首相なんていうものはと、ね、誕生したらですよ、どういうことになるか。ねさっきもね説明したように、ねえー、200兆円ある特別会計に、ね、手を入れられてですよ、ねうん。これはね、まさにね、特別会計ってのはね、これ官僚の、ね、各省庁のお小遣いっていうかポケットマネーなんですよ。ポケットマネー。ね そこに手を入れられ,入れ,られるんですよ。ね。これ、官僚ってのはね、まずね、うん、基本的にね、まあ、同期が何人かいてですよ。20人、30人、40人といてですね。そして、ただ一人だけが時間になれるんですよね。うん。例えば財務省であれば財務次官になる。経済産業省であれば経産大臣、計算時間になれるということですよね。それが、えー、官僚のトップなんですよ。トップね。そして、 えー、そこにたどり着くまでにね一人がたどり着くまでにいっぱいみんなですねその出世の段階に応じて外にはき出されていくんですよ。はき出されていく。ね。うん、そうするとはき出されたあその官僚ってのはどこに行くかというとですね。霞ヶ関村の隣の虎ノ門村に行くんですよ、ねまあ、虎ノ門村って一体何だっていうとね、えー、これはね要するにあの。<laughs> 特殊法人ですよね。特殊法人であるとかあるいはその特殊法人の先にあるファミリー会社っていうんですけどもねここにね、あのー、再就職っていうかな、天下りすするんですよ、ね。そしてこういうところはねあの普通の会社と違ってその生産性とかねそういうものを求められることはないのでただただ漫然とですよ漫然と出社してね 漫然と昼飯ランチかなんか食ってそして5時ぐらいになると漫然と帰るというねそういうねまあ魂の抜け殻みたいなそういう生活を送るんですよだけど給料だけは保証されてるんですよ、ね、じゃあ生産性もない会社なのになんでそんな給料出るんだというとですねそれはその秘密は特別会計なんですよ特別会計からそれをねファイナンスしてるんですよ、ね、だからここはね 官僚の大秘密なんですよここはね、虎ノ門村というのは。ねああでね、えー、このさっき言ったね <laughs>、えー、職業政治家小沢一郎ね、まあ、この論文、論文じゃない、ロングインタビューですね。このロングインタビューでもね、そのことはね、僕はね、もうはっきりいろいろと詳しく聞いているんだけども、ねえー、そういうね、えー、ことに関して、ね、どう思うかと。 いいうことにつてて小沢さんはっっきり言ってますよ、ね、どういうことを言ってるかというと例えばね海外のように、ね、ヨーロッパのように恩給制にすればいいんだと、ね、恩給制にして、えー、その官僚ね、えー、天下りっていうかな特徴人とかファミリー会社とかそういうふうにそんなとこ行って、ね、そしてねこの無駄な給料をもらうよりも恩給制度にして、ね、そして第二の人生を歩めるようにしたらいいんだとそして好きなことをしたらいいじゃないかということなんですよ。 ね、だからこの特別会計をこのなくすことによってですよつまりそういうね天下りとかそういうの全部なくなっちゃえば特別会計そのお小遣いのね200兆円も必要ないですからね、うん、そうすると200兆円も必要なくて、まあ、半分ぐらいになるかもしれないそうすると100兆円浮くわけですよ。ね。うん100兆円浮くんだけども全然完全に浮くっていうんじゃなくてやっぱり官僚の生活もね引退してからのこれもね面倒見ないといけないので例えば恩給制度にすると。 いうことですねそうするといくらか、例えば半分の50兆円とかね、それはそっちの方でやりましょうっていうことになるわけですよ。ね、だけどそれだって50兆円を置くわけじゃないですか、ねうん。そういうことなんですよ。そういう大改革が必要なんですよ。ね、そしてそれができるのは今の日本では、はっきり言って小沢さんしかいませんよ。誰が知ってるんですか、こんな話。誰も知らないじゃないですか、政治家。ねうん、誰が研究してるんですか、こんなこと。 ね、こういうことをね志さないで何で日本の政治家やってるんですか、ねうん、と僕は思いますよ。ねうん、なので、えー、これはねとにかく官僚としては、ね、民主党政権何としても潰さなければいけない何としても小沢政権は阻止しなければいけないだから冤罪事件を起こしても小沢さんは失脚させなければいけない、ね、スパイをめね 張り巡らせても民主党政権は終わりにしなければいけないということを官僚は必死になってやったんですよ。そして官僚の協力をもちろん得られないしね。そして民主党政権はね。日本の改革。これはね。まあそうだな。僕の感じとしてはね。まあ4分の1は5分の 1, 5分の1、6分の1。そのぐらいの感じでもう終わったんですよ。ね。うん。それがね。真相なんですよ。非常に簡単に言えばね。うん。 簡単に言えばそれが真相なんですよねで。今のね、とにかく岸田首相ですよ。今ね、この6月解散総選挙をやるのかどうかとかね、これみんな注目していてね、僕もね、今の情勢では岸田さんはね、これ解散に打って出るんじゃないかと、と僕は思いますよ。思います。でもこれはとにかくね、岸田さんが考えることで、まあ、最後にはどう転ぶかっていうのはね、これは分からない。誰にも分かりませんよ、ねうん。だけど、はっきり言えることは、岸田さんは、 ね、今ずっと説明してきたような民主党政権が抱いていたような歴史的な使命感というものは何一つ抱いていないですよ。それは誰が見てもわかると思いますよね、うん、ねあでね今ね、えー、この通常国会の会期延長が言われ始めているんですよね。うん でこれはもちろんね、この岸田政権が抱えている重要法案ですね、これが残っているので、これをなんとか成長させなければ、成立させなければいけないということで、まあそのそれに必要なこの時間的余裕ですね、これを得るためにね、会見長、長ければ2週間ぐらいかな、うん、それをね、やろうという話が出てるんですよね。これは僕は何度何度かねあの、前に説明しましたけども、それがね、議論がようやく朝日新聞あたり出てきたわけですよね。 うん、でもちろんね、この隠れた狙いというのは、えー、この岸田さんがね、解散・総選挙を打つために、ね、今の岸田政権の問題になっているね、えー、この岸田翔太郎さんのね、えー、首相皇帝発着写真ですね、まあ、この影響を極力少なくしたいと、そういう狙いがあるわけなんですよね。うん、だけど、ここでね、ちょっとまた振り返ってみたいのはね、ねえー、これ、会見延長しなければならないほどの、 重要法案っての、ね、は一体何なんだという話ですよね。うん、でね、一つは、えー、これはね、入管難民法ですよね。入管難民法の改正。ね。まあ、これ、解約なんですけども。ね。それから、えー、防衛費2倍ですよね。そのための財政確保。ね。そのための法案ですよ。この二つはね、これ、岸田さんという人間というかな、うん、岸田さんという政治家を考える上で、非常に象徴的だと思うんですよ。ね。 まずこの入管難民法解約案ですねこれね、あのー、もう前に説明したことがあるんだけどもね、これ、個国をね、追われてですよ、日本に助けを求めてきた、頼ってきた、助けてくださいと言ってきた外国人ですよ、ね。それが難民申請をしている、日本にね、難民申請して、難民と認めてください。そして日本にいさせてください。そうじゃなければ、私、命が危ないんです。というふうにね、助けを求めている人ですよ。 でね、この解約案というのはそういう難民申請をしているつまり助けを求めている段階でもねえー、冷酷に故国にね,故国にねその人の祖国にですね追い返せるんだというですねそういうねまさに国際的に大変問題になるような人権無視の解約案ですよ。ね、これをね堂々と法案として出してんですよ。 で重要法案として何としても成立させたいというね。なんでこんなね、人間を無視する、人間を無視するですね。まさにね、サンタマリー、ウシマさんですね。亡くなっちゃいましたけどね、えー。そのね、問題ある、それに象徴されるような、なんでこんな人間無視したようなことをやるんだということですよ。ね。それはね、前もちょっと説明したことあるんですけどもね。まあこれはね、 まあ官僚の生態を考えればね、えー、比較的簡単なな問題なんですよどういうことかというと、えー、これは入国管理庁の問題ですよね。で、入国管理庁の省益というものがあるんですよ。つまり、入国管理庁というのはね、その名前の通り、入国、入国ですね。日本に入国しようとする外国人。これを管理していこうと。適正に管理していこうというね、そういう省庁ですよね。うん。そうするとね、そこにはね、 やっぱり外国人を管理しなければいけないという使命があるわけですよ。その使命が確かにある。ね。で、それが行き過ぎると、ね、外国人は管理するどころか基本的に排除しようと。そういうね、価値観に転じていくんですよ。ね。そしてそれがですね、入国管理庁の中で、それをやった人が、ね、すごくやった人が非常に評価されて、えー、ね、この <laughs>、 同期の中でナンバーワンになっていくんですよ。出世していくんですよ。ね。どの組織もでもそうじゃないですか。強情であり、そして、えー、強硬なあことをやってのける人、それがやっぱり出世していきますよね。うん。これも入国管理局とも同じなんですよ。ね。うん。でこれね、とにかく今ね、この入国入管入管難民法ですね。 これをとにかく改正して解約してそしてそういうことをやっちゃおうとねそういうふうにやってる人がねあの出世するのでみんなこれ官僚っていうのはそれを目指してやりますよ、ね、そして本来は本来はですよ政治家というのはそのね日本の国際的なね何、えー、て言うかな、えー、そういう人道的なですねそういう評価とかねそういうことを考えればいやいやそれはできないでしょうと それはあまりに冷酷じゃありませんかと。ね。うん。これは、それは、もう私は認めませんと。これはやっぱり今まで通りこうしてくださいと。ね。うん。でなければあなたはクビですと。そのために、ね。あのーうん、えー、ね。そのために、この官僚をですね、管理する法律があるんですよ。ね。うん。ね。 うん、そういうのためにあるんですよ。ね。うん。そういうことがね、まず一つあるんですよね。それがまあ入国管理庁ですよね。うん。それからもう一つはですね、これはね、まあ、防衛費2倍ですよ。ね。防衛費2倍の財政確保法案ですよ。ね。うん。ね。うん、これもね、要するに、えー、まあ、どうして防衛費2倍、2倍なんだっていうことはね、またちょっと後で言いますけどね。 財政確保法案ねこれはまさにねあのー、財務省のね論理ですよ。ね、とにかくこの財源ですねこれをなんとかしないとねそんなことできませんよというのが俺財務省ですからね。うん、そしてねここでね一つね、あのー、参考になる記事を見てみたいと思うんですよね。これは毎日新聞のですね、えー、記事なんですけどもこれ5月26日にね 毎日新聞の東京版の夕刊に出た記事なんですよね、うん、これでね批評家の浅田明さんですね、うん、えこの人がねま批、あ、評家というかまあ、哲学者ですよね、えー、この人がねまあ、インタビューに答えてね、まあ、いろいろ語ってるんですよね、うんえ。見出しがねこの国はどこへこれだけは言いたい軍備増強は静かな危機ということなんですよね まあそ,してね、そのですね、えー、この記事をね読んでみますとねこういうふうに書いてあるんですよ。ね、1980年代に「首長構造と力」や「闘争論」でニューアカデミズムの機種とされた批評家で京都芸術大教授の浅田明さんは岸田首相が推し進める軍備増強路線を「静かな危機」と呼ぶということなんですね。 そしててさんんのででですすね、えー、言葉ではね、ね。言言葉はここうういとをっる安倍晋三元首相は戦後レジームからの脱却を主張し日本を国際秩序の担い手とするため本格的な再軍備を進めようとしたそれに敏感な人たちが反対した、えーね、だからこそハト派の宏池会から岸田政権が誕生した当初はリベラルへの揺り戻しに期待する世論もあった。 ところが蓋を開けたら政権維持のために安倍派に乗っかってしまい安倍さん以上に従来,え従来高派路線に傾斜したでも高派としての確信が感じられないからのれんに腕押しのように張り合いがなく批判が広がらないのでしょうというふうにね岸田政権岸田,内岸田首相をね批判しているわけですよねうんそしてこう言ってるんですよえそれだけに、 安倍政権だったたら反対さされたであろう軍閣さらには救助を改憲さえやすやす,とやすやすと通ってしまい危機感がある空っぽに見える岸田首相が無風状態の中安倍元首相の夢を実現させるとしたら歴史の皮肉というほかないでしょうということなんですよねうんつまりね、えー、岸田さんというのはね宏池、えー、会会長じゃないですか。 宏池会というのは自民党の派閥の中では、この財務省の別動隊なんですよね。うん。まあ、そうなんだけども、外交問題に関しては、ハト派と言われてですね、これはね、好、まあ、戦的な安倍派、ね、いわゆる清和会ですね、それとはまさに一線を画していて、ね、そしてそのことが岸田さんに対する期待だったんですよ、国民のね。ところが、 岸田さんは見事にそれを裏切ったんですよそう。見事に裏切って防衛費2倍これに。これにね、突っ走ってるんですよ、今ね。うん、でね、浅田さんはこういうふうにね、あの説明してるんですよ、ねえー。この岸田政権というのはね、これ昨年末もね、閣議決定された国家安全保障戦略ですね。その中でね、まあ、こういうふうに説明してるんですよ。防衛費2倍についてね。 ロシアによるウクライナ侵略により国際秩序を形作るルールの根幹がいとも簡単に破られた。同様の深刻な事態が将来インド太平洋地域、とりわけ東アジアにおいて発生する可能性は排除されない。というね、言葉があるんですね。これに対して浅田さんは本当でしょうかというふうに、ね、疑問を、ね、投,げ投げかけるわけですよ、ね。浅田さんが言うにはね、 ロシアの惨状とロシア包囲網の広がりを見た中国が同様の暴挙に乗り出すとは到底考えられません。確かに NATO 加盟国は軍事費を増やさざるを得なかった。しかし全く違う安全保障環境にある日本が NATO と横並びに軍事費を増やす必要があるでしょうかというね非常に真っ当なな、ね、疑問を呈しているわけですよ。 ね、これは常識で考えてわかるじゃないですか、ね。ロシア、これね、プーチンも今にも倒れそうですよ、プーチン政権ね。うん、これ、ロシア、このままただ住むわけないじゃないですか、どう考えたって。ねうん、それ中国はよく見てるわけですよ。ね、これ、他人事、一言じゃないんですよね。うん、なので こんなバカなことやるわけないじゃないですか、どう考えたって。ね。うん。こんなバカなことやるわけないですよ。そんなことはちょっとね、理性を働かせれば、わかる話じゃないですか。ね。それなのに、それなの、なのにですよ。日本は、ね、岸田さんは、安倍さんの死流馬に乗ってですよ。防衛費2倍にして、中国敵視政策をやろうとしてる。 ややろうとしてるだけやってるわけですよこんなバカなことはないじゃないですかどう考えたってねそしてねそのことを考える上でねつまりこの中国敵政策ねこのバカさ加減を考える上でこのフランスのねマクロン大統領の発言っていうのはね非常に参考になるんですよねうんこれねこの今ね、えー、NATO ですねずっと言ってきた NATO ね これ、東京連絡事務所。これをね、あのー、オープンさせようとしてるわけですよ。ね。東京事務所ね。うん。これについてね、あのー、マクロンさん、マクロンフランス大統領が反対してるんですよ。ね。えー、これはね、6月6日の日経、日本経済新聞に載った記事なんですけどね。まあ、こう書いているんですよ、えー。イギリスのフィナンシャルタイムズはいつかフランスのマクロン大統領が、NATO、え、のー、東京連絡事務所開設に反対したと伝えた。 事務所開設に関する NATO 内の数ヶ月の議論はフランスの抵抗で複雑なものになったという中国との関係悪化を懸念したと見られるということなんですね。うん、でね、えー、この記事をね、えー、ちょっとその先の方を読んでみるとねこう書いてあるんですね。マクロン氏はロシアのウクライナ侵攻をやめさせるため中国が果たす役割に期待すると繰り返し強調してきた。 工業品や農産物まで幅広い分野での対中国輸出の拡大も望んでいる。いですね。えー、それで、えー、NATO の東京事務所開設反対の背景には、中国との関係が悪化すれば、外交・貿易の両面で、フランスが不利益を被るとの懸念があると見られる。ということですね。えー、そしてね、中国外務省は6日、 NATO の東京事務所開設に改めて反対した、えー、中国の副報道局長が記者会見でアジアは北大西洋の地理的範囲になくいわゆるアジア版 NATO は不要だと述べた日本に対し地域の平和と安定を損なうようなことはすべきでないと呼びかけたということなんですね。うん、これはやっぱりね、あのー、ちょっとクールにね冷静に考える必要があると思うんですね。 うん、これね、この記事ですね。えー、っと、これ、ま日本経済新聞のね、記事なんですけども、これにね、日本経済新聞でね、えー、この上智大学の植木康弘さんというね、えー、上智大学グローバル・スタディーズ研究科教授ですね。この人がコメントをつけてるんですよ。ね、まあ、参考になる,なるんで、これをちょっと読んでみたいと思うんですね。えー、この植木教授はね、こういうふうに言ってるんですよ。えー、っと。 NATO はコンセンサスで行動することから今回のマクロン大統領の姿勢はと NATO と日本の連携に影を落とす中国は米国に対抗する上で EU への浸透を深めておりフランスとの関係強化はその一環となるフランスはウクライナ問題でもロシアとの政治的関係は維持し中国の仲介にも期待を寄せているということなんですね。 うん、そういういことなんですよね、うん、つまりねあのー、とにかくフランスはねこのアメリカ一辺倒じゃないということなんですよ。ね。うん、このウクライナ問題でもやっぱりロシアとの政治的関係を維持する。それから中国の仲介ですね。これにやっぱり期待をね持ってるんですよ。ね。うん、まあね、あのー、こういう外交においてはね。 あのどこにその現実性を求めるかというのはねこの立場によって違うと思うんだけどもこういうね多元的なこの見方ですね複眼、えー、的なね立場これはやっぱりね是非必要なんですよなぜかというとね一元的になっちゃうとそれが失敗した時にはもう取り返しのつかないような事態になるということがあり得るんですよね。なのでその保険をかける意味でもね保険をかけるといってもね、えー、ちょっとこの。 一位日本国民がねまあおこがましいかもしれないけどもこれやっぱりこういうことはね必要なんですよ。ね。それをフランスの大統領がやってるということなんですよね。うん。でこのねフランスのマクロン大統領というのはねこの台湾問題についてもねこの熱くなったねこの議論が熱くなってますよねアメリカを中心としてね。でそれにね水をかけて冷静になるようにというふうに発言しているんですよ。ね。 うんえー、これはね、えー、パリ発の、ね、共同伝説なんですけどもね、まあ、非常に重要な記事だと思うんでこれはね、えー、ちょっとそのほとんどっていうかな、えーまあ、そんな長くないんだけどもちょっと読んでみたいと思うんですね、うん、えー、っとフランスのマクロン大統領は台湾情勢について欧州は対立する米中両国のどちらにも追随すべきではないとの考えを示したフランス紙、えー、レゼコーが えー、7日までのマクロン氏訪中の間に行われたインタビューの内容を9日伝えたマクロン氏は台湾情勢の急変は欧州諸国にとって利益にならないと指摘した上で最悪なのは欧州がこの問題で米国のペースや中国の過剰反応に追随しなければならないと考えることだと主張私たちの優先事項は他国の予定に合わせることではないとも述べた、えー、マクロン氏は7日 習近平国家主席と2度目の夕食の際に台湾情勢を話し合った。えー、大統領府筋によると協議は濃密かつ率直でマクロン氏は中国が攻撃を仕掛ける意思を持たないよう情勢悪化を招く偶発事故や緊張激化への注意が必要だとの認識を抱いたと言うということなんですね。うん。これは要するにね フランスはね、とにかく、あのー、フランスとね、この中国というのはね、アメリカとロシアのこの派遣にね、これも反対しているわけですよ。世界をもっと多極化しなければいけないということなんですよね。うん。そして台湾問題についてもですね、これね、フランスはね、そんなに騒ぐほどね、安保上のね、安全保障上の脅威ってのはないぞと。ね。うん、つまり騒ぐほどね、そんなね、ないぞと。うん。 で中国ね、これはね、そんなことはね、やらないぞというこ、というふうに見ているんですよ。ね、つまり、冷静なんですよ、ねうん。こういうところなんですよね。うん、とにかくね、えー、今のこのマクロン大統領の発言についてはね、まあ、結構ね、国際的な批判が起きましたよ、ねうん。これはとにかくね、西側が一番弱いじゃなくなっちゃうじゃないかっていうね、批判がありましたけどもね。うん だけどね、まあ、そういう批判はね、これ当然ありますよ。ねだけどね、このフランスというのはね、まあ、あのド・ゴール大統領以来ですね、この国際政治の中でね、もちろんね、このアメリカサイドには立っているんだけども、このアメリカの言う通り、1から10までそれに従いますというような姿勢は取っていないんですよ。ね、うん、むしろ独自路線なんですよ。独自路線を貫いて、ね、 あのー、その方がむしろ例えばアメリカがこけた時にですよ政治的にね <laughs> それを何て言うかな西側で保証する役割のです、ね、国がないと困るじゃないですか、ねうん、そこでフランスがその役割を果たすとそういう狙いもあるわけですよ。ね、で反面ね日本を見るとまさにね独自路線のどの字もないんですよね。 ドドドーナツのドというねこれ後でね紹介するねジュリー・アンドリューシュ主演のねサウンド・オブ・ミュージックの歌があるんだけども文字通り日本にはね外交のドレミのねどの字がないんですよ、ね、つまり何を言いたいかというと自分の考えというのが全くないんですよ、ね、自立していないんですよねすべ、うん、てアメリカの言う通りなんですよ、ねうん、これは情けない情けないね 話なんですけどもね、うん。要するにアメリカの全て言う通りなんですよ。ね。まあ、そのことをね、ちょっとね、これ、研究したね、本としてね、えっ、ー、と、白井聡さんっていうね、まあ、これ有名ですよね。うん、これね、えっ、ー、と、永続敗戦論っていうね、戦後日本の核心、こういう本があるんですよ。永続敗戦論。で、つまりね、えー、日本はね、とにかく、つまりアメリカに永続永遠に敗戦してるんだという話ですよ。ね。 つまり外交を自立してないっていうことですよ。永続敗戦論ね。ああまあ、白井聡さんはね、このテーマですね、日米のねえ、テーマをずっと追っていますのでね。まあ、そのからね、えー、白井さんの有名な本はね、まあ、戦後の防衛名であるとかね、これまあいい本ですよ。それからね、これ最近なのかな、国体論ですね、菊、えー、と成城期っていうね、こういう本も出してますけどね。まあ、非常にね、あの資料深いいい本、ねえー、出してますよね。 うんね、そしてね、あのー、この白井ね聡さん今ねの本紹介しましたけどもね、うん、でこういうね白井さんの本を出してる僕はねそれとほとんど同時にですねあの同時同時でこの「週刊朝日」でねこれはこの前のひとつき万冊でね説明しましたけどもね「正常期と最小たち」というね大型連載をやってるんですよ。ねうん まあこの大型連載をなぜやったかについてはね、まあ、この前ね、あのじっくり説明したんでね、お分かりになっている方も多いと思うんですけどもね。うん、でね、この連載を、ね、するにあたってね、アメリカを1週間ね、えー、取材旅行行って、えー、そして関係者にですね、ものすごいロングインタビューをしてですね、まあ、僕もね、いろんな本を読んでね、まあ、このさっき説、えー、紹介した白井さんの本もね、ずっと読んだりしてですね、 平井さんの方は後か後ですね後で読んでね、うんうん、まあいろいろね研究したんですよその結果ねあのー、分かったものがあるんですよ、ね、これはね非常に重要なことなんだけどもね、うん、これ何とか説明しているんですけども日本がねこの戦後のねアメリカの言いなり外交になったというのはねもうすべてね原因はね、えー、一つなんですよ原点は一つ それは何かといえばこれ、昭和天皇とマッカーサーの間のですね、巨大な取引があったんですよ。戦後すぐね。それが原点なんですよ。ねこれはちょっと何度か説明したんでね、簡単にね、ちょっと説明しますとですね、マッカーサーにとってはですね、これはね、日本にこう進駐してくるね、GHQ のトップとしてですね、日本を、まずね、あの、短時間で、非常に短い時間でですね、 えー、民主主義国家として、えー、国際社会に再デビューをさせたいとねそしてそれがうまくいったということで、えー、すぐにアメリカに帰りたいとそしてねニューヨークのマンハッタンでねこの紙吹雪のねテープカムがバーッと受けてね凱旋将軍としてですねそしてそれをその勢いで1948年のアメリカ大統領選に共和党候補として、ね、打って出たかったんですよ、ねうん、ところが えー、この日本をですねそういうふうに非常に短期間で立ち直,れさる立ち直らせるためにはねまあ経済的にもね、えー、日本のね官僚組織を必要としたんですよ官僚組織ねこれの協力が必要だったんですよそして、えー、日本の官僚組織はどう,いうどういうふうにすれば一番よく動くかというとこれは昭和天皇の命令なんですよ、ね、命令、ね、昭和天皇の指示ということですよねうんこれ昭和天皇をね まさに、あの、他の連合国ですね、例えばソ連とかね、オーストラリ,ラリアとかカナダとかね、オランダとかが言っているように、例えば処分ね、したらね、まあ一番の処分はね、あの、これはまあ、なんていうかな、まあ、処刑とかね、そういうことになるわけですけどもね、まあ、そんなことをしたらこれね、日本は内戦、内乱状態になっ,ちゃうなっちゃうぞと、官僚のね、協力どころじゃなくなっちゃうぞということはね、心配されたわけなんですよ。ね そして、マッカーサーはそこで腹を決めて、昭和天皇と巨大な取引にね、応ずるわけなんですよ。ね。そして、昭和天皇の方にとっては、ね、取引は何を取引したかというと、まず何と言っても自分の命ですよね。うん。それと、あと天皇制ですよ。天皇制を維持するということですよ。ね。で、マッカーサーはそれを飲んだんですよ。それを飲んだ代わりに、じゃあね、憲法、新しい憲法を飲めと。 うん、だから新しい憲法については憲法9条があるとつまり軍隊を持たないとこういうことはでもない限りソ連とかさっき言ったねオーストラリアカナダとかオランダとか、ね、そういう国々を納得させることができないと、ね、そういう国々は天皇の処分を要求しているんだとそれを、ね、黙らせるためには憲法9条でとにかく軍隊を持ちませんと。 これ,だこれははっきりさせる必要があるというね、巨大な取引があったんですよ。それが原点なんですよ。ね。うん。それが原点なんですよね。あそこで、昭和天皇はそれを飲んで、そして、それ以来ですね、すべてマッカーサーの言う通り、ね。そしてマッカーサーの、まあ、なんていうかな、後継者というかね、これ、ま立場違うんだけども、えー、ジョン・フォースター・ダレスというですね、 まさにアメリカ国務省の、えー、その担当官がですねやってきたわけですよ、ね。で、ダレスの言う通り、ね、まあ、続めて言えばアメリカの言う通りということになったんですよ。これはもうね、まあ、敗戦国として、えー、仕方ないんだけども、仕方ないんだけども、だけどね、これ昭和天皇ね、えー、のね、命がね、えー、保存されたと、それから、えー、天皇制が維持されたということで、戦前のですね、 戦前の政治勢力がこれ天皇に昭和天皇にくっついてごっそりと戦後に生き延びてきたんですよごっそりとねこのね戦後に生き延びた戦前の勢力政治勢力というものがこれドイツとは違って日本の場合ですねこの戦後政治をねものすごく支配することになるわけなんですよここがドイツとのね大きい違いなんですよ ドイツの場合はね、このナチスの犯罪っての徹底的にね、暴いて、暴いて、暴きまくったわけですよね。うん。ね。それでは日本の場合はね、ないんですよ。ほとんどないんですよ。ね。うん。あの、東京裁判、極東ね、国際軍事裁判、あそこ、あれしかないんですよ。日本人その、日本人が自分たちの力で追及するということがないんですよ。なかったんですよ。なぜかといえば、戦前の政治勢力が、 ごっそりと戦後の生き延びて、それが今の自民党に繋がってるからなんですよ。ね。そこがある意味で日本の不幸といえば不幸ということなんですよね。あ、う、あ、ん、まあ、戦前の勢力に繋がる人たちから見れば、それが幸福のいた幸福のねところなんだということなんですよね。うん、そういうことなんですよ。なのでね、この戦前の政治勢力ね、それがね。 この戦,後戦前に皇、ね、軍,軍というのはついね天皇の軍隊ですよね日本の軍隊。でそういうね勢力が戦後になってですね頼ったのが皇軍の代わりに頼ったのがこれが米軍なんですよアメリカ軍なんですよ。ね、あつまり日本のね自民党政治にとっては米軍を筆頭とするアメリカこれはねいつまでもご主人様なんですよ。 この構造は変わらないんですよね。うん、でそのおご主人様のご意向だけは何が何でも守ら,守らなければいけないというね、えー、そういう体制になってるんですよ。ね、うん。そしてそのアメリカにとって理想の日本というのはどういうものかというとねまず何と言ってもアメリカの高額兵器を、ね、文句を言わずいつまでも買ってくれること、ね、それからアジアにおいてですよ アメリカに代わって地域紛争を引き受けることなんですよ。ね。でそうなんだけども、その意味で言えばですよ。日本は、ね、日本には憲法9条があってですよ。まあこれはね、えー、さっき言ったようにね、マッカーサーが当時のソ連とかカナダとかオーストラリアとかね、えー、昭和天皇の戦争責任を追求する、ね、国々の攻撃をかわすために導入したものなんですよね。うん、だけども、 以後ですねアメリカのね共和党を中心にですよこの救助を何とかしようとしてきたんですよ。ね。これマッカーサーってのはもうこれもねあのアメリカに帰ってからもう早めに、ね、あの挫折してです、ね、失脚しますからね。だけどこの共和党の勢力というのはねそれ以来ねこの救助を何とかしたいということをずっとね考え続けてくるんですよ。これニクソンなんかはですねアイゼンハワー政権時代の副大統領ニクソンだったんですよね。 その時ね、はっきり明言してますよ。あの9条は失敗だったと言ってるんですよ。ね。なんで失敗だったかというと、日本をアメリカの戦争に駆り出すことができないじゃないですか。集団的自衛権を禁じているのでね。そこなんですよ。ね。なので、日本側はね、これ、吉田政権をはじめとしてですよ。これ、なかなか老練なんですよ。ね。というのは、この9条を縦に、朝鮮戦争とかベトナム戦争とかね、そこに自衛隊を、 出動させなくて済んだわけですよ。まあ、それは九条があるんで、これはできませんね、ということでね。これを深入りするえ、戦争に参加することを避け続けたんですよ。これは老練なんですよ。ね。ところがですよ。ところが、どういうわけかですよ。ね。10年前、ね。えー、日本側でね、なんと、ね、この憲法九条を自ら率先して骨抜きにしてくれる首相が、 驚いたことに現れたんですよ、自主的に。ね。それが安倍晋三さんなんですよ。ね。うん。それまで禁じていた集団的自衛権ですね。これを認めてしまってですよ、簡単に。ね。そして、日本が対、えー、アメリカで持っていた数少ない有力カードを自ら捨ててしまったんですよ。ね。うん。これまでアメリカが何と言ってきたってね。いやいやや 救助があるんで、ね、それはできないんですよ。というふうに言えるわけですよ。ね。うん。ところが、これを簡単に安倍さん捨ててしまって、ね。そのアメリカが行ってきたら、あ、そうか。あ、今集団的自衛権認めてるんだったなと。じゃあこれしょうがないよねってことになるじゃないですか。ね。うん。そういうことなんですよ。ね。これで日本は、とにかく、このアジアね、の戦争に戦果があれば、 駆けつけなけけななればいけない、ね、つまり戦争に参加しなければいけないっていう状態になっちゃったわけですよ。ほ、ね、ん当にね安倍さんっていうのはね何て言うかな本当に戦前からねあのタイムマシンでやってきた人ですよ。ね、あるいはよっぽど頭悪い人ですよね。<laughs> それから安倍さんという人もねこの防衛費2倍ですねこれをねトランプアメリカ大,領大統領と密約したんですよ。ね それまでね、これも何度か説明して、うん何、何度も説明しましたけど、FMS 協定というのがあって、FMS 協定というのはね、これ従来はロッキードとかレイセオンとかね、それが日本政府がね、直接取引するものなんですよね。うん。だけども、FMS 協定というのは、そこにアメリカ政府が1枚ね、かむんですよ。ね。うん。つまり、ロッキード、レイセオンが、えー、アメリカ政府に売って、で、アメリカ政府が日本政府に売るということなんですよね。で、アメリカ政府はその時に、 例えば研究開発費であるとか、それをね、どんどん載せて2倍、3倍にしてですよ。そして日本政府に売るわけですよ、ね。そしてそれはね、もうどこでどれだけ中抜きしているかっていうのは分からないんですよねうん。ね。東京オリンピックの時にね、このパソナはですよ。98%の中抜きっていうね、本当にびっくりするような時代があったじゃないですか。つまりあれをね、やってる可能性があるんですよ。ね、で日本はそうやって まさにアメリカの高額兵器の上に高額を上乗せしてそれをいいダクダクとして買わなければいけないという体制になってるんですよ。これを安倍さんがねこの FMS 協定を飛躍的に拡大させてしまったんですよ。ね。トランプとの間で。なのでなので日本の防衛費が足りなくなってね。そして安倍さんが、ね、トランプと密約したんですよ。ね。 ししょううがあありりまませせんんね、これは2倍にしようじゃありませんか、みたいなことでですね、2倍にしちゃったわけですよ。ねうん、そして、それをね、えー、ずっと高市さんに言わせていたわけですよ。ね、そして、えー、とにかくアメリカとしてはね、えー、これはただね、それだけね、2倍にしろっていうだけだったら、日本国民はね、びっくりして、えー、気が狂ったかと、ね。ということになるわけですから、そこで日本の世論を、もう危機意識を煽るために、 台湾有事というものをどん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 言ってきたわけですよ。ね、で、日本あ、でね、アメリカのね、えー、この研究所とか、どん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 シミュレーションしてるわけですよ、ね。で、日本のね、テレビはね、それを何の反省もなくそれを流してるんですよ。ね、報道ステーションとかね。本当に馬鹿げたことだと思いますけどね、日本のマスコミね。うん、ね。そして、えー、ついにはね、安倍さんがね、えー、台湾有事は日本有事ではありませんか。 えー、集団的自衛権でこれは日本有事でありますみたいなことをやってですねえー、煽りに煽ってるわけですよねまあ冗談じゃないって言うんですよねまあ有事はねえー、これ栃木の有事工事だけにしてくれという,ということですよね台湾有事ってのはねそれはないんだということですよ絶対にありえないんですよねこれ何度も説明してきたんですけども非常に簡単に言えばね中国は台湾についてですよこれはね 長期的的にに経済的に含み込んんででいこうというと戦略なんですよ、ね、つまり、えー、中国が台湾に欲しいのは、えー、このね、まあ、TSMC でね象徴されるようにですよその半導体産業を中心とするこの精密産業ですね台湾ね、まあ、世界でナンバーワンですよねそれをとにかく中国のものにしたいということなんですよでねこれね中国が台湾に軍事侵攻だなんていうふうに考えたらですよ これ上陸作戦をしなければいけませんからね。上陸作戦を成功させるためには、この都市部をミサイルで、これた、たらかなきゃいけないわけですよ。ね。そしたらもう壊滅しちゃうじゃないですか。ね。精密産業なんか跡形もないですよ。ね。その焼け野原になった台湾を中国が手に入れて、何がね、得なんですか何が嬉しいんですか誰が、誰が嬉しい、喜ぶんですかこれ。ね。う、ま、ん、あ。絶対にありえないじゃないですか。 中国ってのは非常に何て言うかな理に悟いんですよ。そんなことするわけないじゃないですか、どう考えたって。ね。で、これ、フランスのマクロン大統領ってこんなものはね、常識としてわかるわけですよ。なので、バカらしいと思ってるわけですよ。なので、台湾有事はないよと。ね。だから、そんなに騒ぐなと。中国を敵にするなということなんですよ。ね。ね。そして、ね。 ね、そしてというかねそれにもかかわらずですよ安倍さん以来ね日本というのは中国敵視政策やってるんですよね岸田さんもね自分の頭で考える力がゼロですからねその路線に乗っかっちゃってるんですよ何の疑いもなくてこの人本当に頭働かない人だと思いますねつくづく思いますねそれで岸田さんもね去年末のね昨年末の防衛3文書でね この中国敵視政策を打ち出してですよ。そして広島サミットでもね、まあ、それをね、出してるわけですよ、ね。じゃあね、ウクライナ戦争の仲介、これ、中国がね、もう最大に期待されてるわけですよ。ね。ね。これ、どうするんですか日本への期待、ゼロですよ、ゼロ。ね。うん。で、本来であればね、日本と中国が組んで、 それをやることもできたわけですよ。お互いの立場を守りながらね。うん。ねえ、そしてこれを言うとですよ。まあ中国と組んでね、ウクライナ仲介ということも日本はできたんじゃないかということを言うとね、ね、必ずね、何をバカなこと言ってんだっていうね、手合いがいるんですよ。ね。うん、そういう手合いはね、外交というものをね、何一つ分かってない手合いですよ。ね。外交というものは、 こういうね、構想のもとにね、努力して国際環境を動かしていくものなんですよ。ね。そういう努力を何一つしないで、鼻先で笑っているだけの手合いですね。うん、こういうね、人たちってのはね、何一つ現実問題にね、えー、直面してね、そういうね、難問に取り組んだことのない卑怯者ですよ。ね。うん。これはっきりしてます。 これ第一次世界大戦ね、簡単に振り返ってみたってですよ。世界はブロック化してましたね。そして、そこのね、集団的自衛権に火がついて各国のね、それで世界大戦になりました。つまり、ブロック化した経済っての、ね、は非常に危ないんですよ。で、今ね、それをやろうとしてるのは G7。そこにね、あの、岸田さんはね、アメリカの主流馬に乗って、それをね、何の反省もなくやろうとや,やってるんですよ。ね。 うん、それからね、第二次世界大戦、太平洋戦争ですね。これが始まる前にね、えー、当時ね、東洋経済新報のジャーナリストだったね、石橋丹山ですね。これがね、中国の権益を全て捨てようと。ね、そしてアメリカ、イギリスと仲良く貿易した方が、どれだけ国益にかなっているんだというね、論じを張っていたわけですよ。ね、まあ、そのことについてね、これ。 いやな,いいやない文化の、ね、石橋丹山評論集、ね、これにね石橋丹山の、ね、歴史的な評論ね収めてますよ、ね、そこにね、えー、きちんと書いてあります、ね、そういう石橋丹山ね、うん、それがですよ、ね、当時鼻先で笑われましたよ、ね、そうやって戦争に突入していきましたよ、ね、どうしようもなくてどうですか戦後の今から見て どちらが正しかったかというのは、これも火を見るより明らかじゃないですか。ね。そういうことなんですよ、外交というのは。ね。鼻先で笑っていては何もできない。構想を打ち立てて努力する。ね。そういうことなんですよ。それが必要なんですよね。で今回も10年後、20年後、ね。あるいはもっと先、ね。もっと先に、 あこの時中国と仲良くしてね、えー、いなかった。あの時のね、人間軍、政治家たちってのは本当にダメだねと。ね。なってないねと。言われることはもう目に見えるようですよ。ね。そういう時は必ず来ますよ。ね。でね、まだね、現在ではまだ遅くないですよ。まだ遅くない。日本国民はね、もっと冷静にならなければいけないということですよ。ね。そして冷静になって、 ね、今の政権岸田さんという首相この人間これをねきちんとクールに見極めなきゃダメですよこの人に首相を任せていていいのかという問題ですよねそしてさらに言えば自民党に政権党を任せておいていいのかということですよねそういうことをやっぱりね本当によく考える必要があると思いますね日本ねうん まあ、というようなことで、まあ、今日も結構ね、長く喋ってきましたけども、えー、この辺で終わりたいと思いますけども、最後にね、CM タイムをいただきまして、えー、これね、コロナ日本国書ですね。えー、これ、コロナ対策を通じて、えー、日本の政治っていうのは非常によく見えてきたんですよ。ね。うん、そのことをね、じっくりね、えー、考えたいという人は、えー、とにかくこれを読んでいただきたい。ね。うん、必ず役に立つ本です、これをね。うん。それから、 まあこれお約束のねまあさっきこのねドレミの歌をねちょっと言いましたけどねサウンド・ミュージックですねこのジュリー・アンドースですねまあきな人ですよねうんまあこの人はね、えー、とにかくそれほど幸福じゃなかったね、えー、貧乏だった貧困にあえでいた少女時代ねその時からね歌の才能だけが認められてそしてねどん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 このハリウッドのね女優として活躍していく活躍していくというねそういう事情なんですね うんえー、これね、まあ、はっきり言ってね、まあ、率直な文体でね、あのー、分かりやすくて非常に面白いです。ねまあ、時にはねこういう肩の力を抜いてですね、えー、こういうねハリウッドスターですね,、えーねえー、この人の生活を通じて、えー、当時のイギリスであるとかねアメリカであるとかね、まあ、その時の息吹をですね感じるというのもねこれもねなかなか面白いことかなと思うんですね。うんまあ、ということでね えー、この2冊ですね。ぜひ買って読んでいただきたいなと思いますね。うん。まあ、というのことでね、えー、今日はこの辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。